パドレスのマット・ゴルドロン投手が、メジャー初登板でほぼ無回転のナックルボールを披露。62球中14球がナックルボール。投球分析家のロブ・フリードマン氏は自身のツイッターで、20インチ約 50.8 センチの変化だったことを紹介している。あ、大変やな。むっちゃ曲がってる？えぐいくらい曲がって落ちる。バットから逃げるようにボールが曲がっていく。ゲームかよ。ナックルは不滅であってほしい。投げてみないとわからないボール。ナックルボール久々に見た。プロで投げられるナックルって次元が違うな。ナックルはローマンあるよな。メジャー定着して頑張ってほしいな。投げる方より、どこに曲がるかわからん球を取るキャッチャーの方が大変だな。昔の日米野球でナックルボーラーのフィルニークロの投球を見た時になんであの球が打てないんだと不思議だった記憶がある。フライボールレボリューションが言われ出してから、もともと長期長手だったナックル使いが絶滅したイメージ。去年、エンゼルスのメイフィールドが野手登板した時投げてたよね。ピッチング忍者に取り上げられて喜んでたわら。昔はニークロというナックルピッチャーがいたよな。ナックルで思い出すのは野茂の同僚。キャンディちゃんこと、トムキャンディオッチ。昔、近鉄にマットソンというピッチャーがナックル投げてたな。ナックルボーラーといえばウェイク国吉。フルタイムナックルボーラーはもう無理か。あんなに動いたらさすがに打てないだろ。ダルに習得させてほしい。リアルにどう投げるか聞いてそう。ワンポイントで出てきたら絶望しそう。こんだけ動くとさすがにキャッチャーかわいそう。ティム・ウェイクフィールドには専属の捕手がいたな。他のミットより少し大きめだったらしいぞ。